さあ、そういう感じでですね、ラオウと時のね、幼少期、龍拳と初めて会って、こう龍拳がね、こう、試練と言いましょうかね、崖からこう突き落とすというような形。で、二人とも下に落ちて、で、一人上がってきた方を養子にするというようなところで、二人とも、まあ、時はもう自分に構わんと、ラオウ、兄さん、上がってくれと。いうようなことを言ってるんですけども、まあ、なかなかここから上がってこないと。その中、こう、なかなか獅子のことはおらんのものよという形でね、これ、ライオンのあれですかね。その時にパッとこう、ね、崖の下から手が見えた。ラオウか。ラオウが上がってきましたよ。で、ムッという形でびっくりした形で見ると、なんとラオウは傷ついた時も抱えながらこう上がってきたと。要するに、片手でこの崖を上がってきた。すごいですね。結構な、勾配があるこれ崖ですよ。ね。弟と一緒でなくては養子に行かぬと。時の面倒は俺が見るという形で、この子供の時のラオウの執念ですよね。こう、這い上がってきた。で、上がってきたんですけれども、こうね、気をポッと失ったところを、落ちていきそうなところを、こう、龍拳がね、二人の子供の、こう、手を取って、救う形。この男、この龍拳の想像を超える男になるやもしれんというような形で、龍拳は幼い時のラオウを、ね、こう見ながらというような形でこの子供の時の回想シーンね、この辺どうですか？でも実際にね、ラオウはね、龍拳をね、こういう男になったんでね、龍拳は倒しちゃったしね。そうですね、こんな世話になってんのにね、なるほどということになりますけれどもね。その時の龍拳もちょっと心臓をね、やってたんで。あ、そうですね、ギリギリのとこやったんですけど、ところで龍拳の心臓の具合が悪くなって、ラオウがそれを見て、ね、ありましたね、その名シーンですよね。まあ、そういう形で改造シーンがあって、戻ってきましたね。こういう形でこの大人になった、ラオウの時がこう対峙してると。さあ、戦闘が始まるという形、始めるかという形でね、ラオウがこうマントを脱ぎ捨てて、そして、時が構えましたよ。ラオウ、あなたは師父龍拳の想像を超え強くなりすぎたと。そしてその野望もというような形。この言葉深いですね。どうですか、この時のこの時の心境。自分が止めなあかんいうことですかね。そうですね。その野望ゆえにね、師匠の龍拳をね、想定にかけたんでね。この究極の兄弟対決始まりました。さあ、ね、後悔せぬかというラオウ、そして自ら進んで選んだ道ためらわないと、答える時、そしてね、ちょっとニヤリとしながら、それでこそ我が弟時ならば互角の戦いができようという形でこう剣を構える。でもこう横目、この横目にね、リンがね、剣という形で、ね、止めることはできないのというようなことをね、リンが心配している。で、ケンシロウはできんのという形で、結構一周する形ですね。再び血の間には誰も、二人の血の間には誰も入ることはできんのというような形、止めることはできひんと。そういうような形、さあ、二人がね、望んでいることなんでね。そうですね。何人の誰ともこの戦いを止めることはできぬというようなところ。で、こう構えました。そこでバットがね、違う、二人の剣は全然、これは道と正、列と宿っていう形で、まるで二人の生き方のように兄弟なんですけれども、全然構えが違う。その拳法のスタイルが違うということが、構えながらでもこの子供たちにも伝わってくるようなこと。この辺はどうですか？ラオウはこう遠くでずっと押していく、時はこう受け流す、ね、形なんでね。まさしく10と5という形ですね。ラオウが5で、時が10という形。で、こう、ラオウがね、こう、先制してきました、攻撃ね。その中、こう、時は華麗に飛ぶ。そして、ラオウのこめかみあたりにこうね、主導をするんですけれども、ラオウがボーンと腕でね、確かに迷いも見えぬ、怯えも見えぬ、士気が貴様の剣を高めたかという形で、時の覚悟をこの剣法から伝わってきたというようなところで、彼のね、この主導。